彼らはどのように濃密な時間を過ごしたのであろうか。月に 1,2 回午前10時から対局をしました。正午くらいに対局が終わって、毎日2時間近くは感想戦をやった気がします。一局指すのが限界でした。 AI 将棋ソフト全盛の現代とは覚醒の感がある、実力の極北に集う棋士たちの検討風景であったのだろう。序盤の研究はほとんどしていません。終盤戦の二度と出現しない局面、つまり再現性のない局面を延々と考えることが多かったです。羽生世代の棋士たちは自身で思考の限りを尽くす姿勢に妥協はなかった。読み切れるまで安易な結論は出さない、常にもっと難しい道はないかというスタンスで検討していましたね。羽生世代の棋士の凄みともいえる迫力は、島研という有志の研究会で磨かれたものなのかもしれない。